まこなこチャンネルです。前回で中原の北側ほぼ制圧し終えたといったところで終えました。また南側からは孫権が盛り返し、以前は孔子の一つだけであったのが合浦や霊陵、そして長沙と4つの拠点まで増えています。この後も引き続きやっていくのですが、今現在ちょうど前回陳留取ったところで終えましたが、ここ一度この V の方取りに行こうかなと。ここは自分で行かないと、この移動距離が長くて途中で士気が切れてしまうんですよね。でもし仮にこの場所まで到着したとしても、一つ手前のところに到着したとしても敵が続々現れて倒される恐れがあるので、まだ兵数もたくさんあるので、ここをまずとっとと取りたいなと。その後信用を取ってもう南に向かうかと。ある程度は味方の部隊に任せられるように、部隊の配置をしつつ、武将の配置をしつつ、この後続けていきたいと思います。さてこれで王についに世間に認められる南蛮王になることができました。王にふさわしい働きを期待しているぞと馬謖に対して言っております。さて、こうなったか。だがまだまだ戦いは終わらないと。そして今度は賊が我々に向かって現れると。ちょっと厄介ですね。この辺り武将が限りあるので。だが祝勇向かわせればなんとかなるでしょう。勝ってまいります。では近所までたどり着きましたので、いよいよこちら V に向かって出陣しましょう。まずは手前側まで行って、そこから一旦士気を回復した後に前に進みます。では陛下は清涼兵で、持ってくのはここは運転ぐらいしか使えないと、兵力最大と。これで行きたいと思います。やろうども、出陣だ。でまずここ目指すのもいいんですが、もう片方のルートから部隊もう一人向けておきます。これによって、まあ、何があるかというと、ちょうど安全を期します。ここに敵が何度も出てくるような時はこの東側から V にぶつけることで、もう V のところで敵を足止めすることができると。そういうことを狙って2方面から出陣させています。さて孫権が逆風にそんなの楽、ものすごく拡大していってるような気がしますが、大丈夫かこれは。お初にお目にかかります。さてどういう要件か。申し上げたき義がございます。ああ防衛に回してくれと。いいぜ。とはいえもうガッポなんか守らなくても大丈夫なんじゃないか。向こうはどうなってるんだ。ああまあ東側から来る恐れがあるということか。天数にてお皿ばつかまつる。ここで妖怪がお亡くなりになりましたと。ちょうどこの辺りにいた武将ですので、もう一人また出しておかないと芝居がうろちょろしそうで怖い。さて今小兵器が雇えるところを制圧できましたので、ここを用いてどんどんとまた進んでいこうかなと。小兵器を用いて。お任せください。今ここ賊との戦いが終わったら、この行からまた部隊を小兵器に出していきたいと思います。さてこちら側V の直前のところ、やるか。ここでの戦いをやってき、これ馬謖もしかしたら病気か。あそういうことか。ちょいと考えたんだが、あと少しでということになるのか。じゃあ急いでやっていく必要があると。ちょっと一箇所にとどまってから、士気を回復してから進みましょう。ここさえ抜ければそれほどね時間はかからないと思うので、でここの采配ゲージ上げるポイントを抑えつつ、お前ら合わせて士気も上げていくと。お前ら今現在はまだマックスまでいってないですよ。引っ掛けてやれ。なのでもうちょっとここで待つか、いや行った方がいいかな。今
今こそ勝機だ。拠点落とされるのは厄介だが、俺に続け。祝勇がこれは多分敵を倒し終わったという話だと思います。あ、これ孫子が脅威に打たれると、脅威がね、なんかもう荒ぶってますけど、まさか、まあ、孫権の兵なので武将なので、まあいいと言えばいいんですけど、でこの行から出陣をしていきましょう。どういう角度で行った方がいいのか、できるだけもうこちら側ごった返しているので、そこを無視する形で進めていくのがいいのかなと。で陛下に関してはもう小表記で一択でいきましょう、まあ、このような感じでいる武将全員出すと。でそれと同時に今敵部隊が東側の防衛に向かってますので、この辺りを漢中に向けて出陣させましょう。もう一部隊ここにいますので、あ、これは小兵器の方がいいかな、象よりかは手早く移動もしたいと。このような感じで、でここにも部隊いますので、この敵がある程度東行ったら全部一斉に進めると。この武将も前に進めましょう。大船に乗ったつもりでいろい。いや本当大船に乗りたい。でここの采配を再開と。なんとかここはね早く抜けてもらうか、もしくはこの武将が V までたどり着けばもう敵撤退しますので、それを狙っていきましょう。今特あっと何かやってくると、だからこれここに向ければ問題なく止められるので、止めたと。そしてもう技法を使いつつ敵を解けさせていきましょう。思いのほか耐えてるな。技法の効果が、あ、そっか、もう馬食病気で視力とかのステータス下がってるので、この解けるのがすごく早いのかなと。効果が解けるのが、受けてみよう。いやー、ここまで本当一緒に頑張ってきたけど、まあだが北伐自体はね成功してるので、それでよしとしてもらいたいところですけど、残念ながら249年6月、馬謖が死亡しましたということで、残り3部隊でやっていきましょう。お前ら一気に片付けるぞ。今毛沢に関してはあっと、また兼業近くに敵の属王が出現と。毛沢に関しては、あ、これは結構耐えるな。毛沢に関しては寿命延長の名品持ってますが、だがそれもいつまでも続くわけではないので、
できれば急ぎたいところだが、これ鬱陶しいな。鉄壁采配、防御力が上がるのでいつまで経っても終わらないと。あと士気の維持の効果もありそうだと。自分だけでなく周りに対してもその効果が発揮するので、こんなところで時間かけたくなかったが倒し終えたと。なんかさっきからこの後ろの方でちょっと煽ってくる、これがすごく気になるところですけど、まあ次お相手しましょう。一気に片付けんぞ。さて V へ攻撃を開始と。多分この辺りの部隊全部撤退してくれると思いたいけど、しないか。皆の者、あーなんだろう、まだ部隊がいるからか。いや撤退し始めましたね。これでこちら側の勝利と。では多分もう士気は回復しきってると思うので、そのまま我々も進んでしまいましょう。ちょっと一人軍師がいなくなった状態ではありますが、では誰か軍師にできそうな人は、もうこのね特性はあまり良いものがないので、敵中作敵というねあまり使わないものしかないので、まあ誰でもいいのかなと。さてこの辺りも部隊遠くに行ったので全員集めて進みましょう。お任せください。さあで、あーこんなやつと関係持ってしまったみたいな感じのね、しまったみたいな感じの顔を猛威してましたけど、では今のうちにもう全部艦中に向けましょう。お任せください。これでもう猛核がいなくても艦中とか拠点を、あここはまだ進めてなかったか。報告します。構わねえぞ。ちょっと能力的には厳しいかといったところなので、早く猛核が到着してもらいたいと。これで V は取り終えそうだと。艦中への攻撃続々としているので多分取れるんじゃないかなと。もう艦中とかは戦やりすぎて結構兵数とか少ないので、今こそ勝機だ、まあ、俺に続け。他の10万とかあるところと比べたら楽なのかなと。誰かまた孫権の武将が死にましたと。我々も本当急がないと。後悔しても遅いのよ。ここは敵の兵倒した方がいいのか、それとも全軍私に続け。だが向こうそうなんですね、鉄壁采配があるのでそれを相手するのはめんどくさいと。というわけでこの一部隊に頑張ってもらって、その間こちらは本陣目指しましょう。問題なく、これも援軍来ないということが分かっているので、そういった意味では楽ですよね。はい、あともう一回最後。後悔しても遅いのよ。韓銀平も馬食と同じく初期から長く活躍してくれているので、あっとこれは敵を撃ったと。逆にこちらも撃たれると。こちらは死ぬことはないけど捕獲はされていると。まあでも捕獲ぐらいであれば問題ないでしょうということで、本陣を落とし終えました。これでもう候補の憂いはなくなったと。まずは初段をしましょう。残りを2名。これはどっちらが鉄壁やってきたか。いや鉄壁の人はいないか。でも80、90というすごいね強い武将、これを初段です。無念です。で武将を一旦解散させてと。また次はどこから出るか。長安に行って長安から部隊を差し向けるか、もしくは生と行って生徒からという手もあるけど、まあ長安の方が良いかなということで、本体の部隊は長安向けます。さて今ここに部隊集まりましたので、これを少し移動させると多分この辺りの部隊が少し移動してくれるんじゃないかと。今消えたと。でこの隙にどこ行こうか、高陵行った方がいいのかな。これ見る限り今俗王がここで戦ってくれてますので高陵に行きましょう。あとその前にこれは全員馬かどうかだけ
まあ、全員歩表記と移動速度は速いと、まあ、一気に行くよりかは手前側で少し士気を回復させましょう。さてこれで孤狼艦を取って東西の連絡が楽になったと。これ巨匠とか厳しいか。まだ武将がね1名ずつ残ってるんですよね。じゃあご飯は今度はこちら武官の方、かしこまった。ちょっと行ってもらってまた通りを良くしてもらうと。艦長早く倒せればと思ったんですが、今5詰め続々と来てるので、これ近所じゃない長安に来てくれと。行くか。失礼。まあ、に合いそうかな。敵が士気回復してる間に、ここ一括でもう通れるようになりましたね。ここで同盟結ばれました。変なところに属出たな。ここら辺はもう兵がいないんですよね。さて艦中の戦いは厳しいか。やはり自らで行くべきかといったところ。できればねもうある程度お任せで敵をどんどん倒していってくれることを期待したんですが、今長安に戻ってきました。まあ、せっかくなので本拠行きましょう。というわけでまた食事をと。これ子育ては今何歳ぐらいか。あと2年で生まれるけど無能無能というね、すごい悲しいものが見えてしまったと。ではこれ準備整ったら艦中行くか、それとも別のところ攻めるか。円の方行きましょうか。さてこの辺りがどうなるか。お任せあれ。間に合わずか。いやでも手前で止まってくれたので、この間にこれで権威を敵取ったと。敵というか賊が、いや間に合うな艦中これ。いけるんじゃなかろうかと。よしと、艦中は自分が采配しなくても取ってくれたと。よしと。そして2名ほど捕獲したという案内も出ましたので、まずはそれらを処断と。おっと、いいですね。ちょっと能力高い人も1人いますので。無念です。さてこれで武漢の方をどれだけ早く取れるか。敵部隊まだ続々来ているのは、これ守らせておけば多分なんとかなるでしょう。今武漢に取り付きました。武漢これ敵は寄ってきてくれないか。寄ってきてくれればすぐ倒せるんですが、で甲州の方に敵が来るという話なので、これは迎え撃ちましょう。かしこまりました。だがこれ敵部隊戻ってくる気配もあるので、その辺りがどうなるか。そしてこちら側士気が回復し終えたので高領を目指します。もう剣業はね何もせずとも取れそうだと。こちら戻ってくるのであれば、徐々に前に進んでいきましょう。そして上陽も狙えるものなら狙いたいと。慶陽は孫権が取ったと。うわー、孫権の盛り返し具合が凄まじいですね。なぜかもういつの間にかマイナスからもうプラス27まで上がってると、孫権との関係性が。さて厄介なところに来たぞ。これは行から舞台出てるので、行を取られると全くもって良くないと。さてもう少しでここ武漢を抜けます。でこれは士気を回復した方がまあいいんでしょうけど、そうせず前に進んで敵と戦いながら士気を回復していきましょう。もう馬謖区がいないので兵数回復はできなくなっていると。なので兵を回復しながら進むということはできないと。そのあたりは意識しないといけない。全軍、なんとか援軍来て全員で士気を回復した後にと思いましたが、ちょっと来るまで時間かかりそうなので、この部隊だけでどんどん士気回復していきましょう。
引っ掛けてやれ。これね、これはやはり馬食にないとこの兵数を減らして隙を回復するというのは結構厄介ではあるんですが、それでも行軍速度は多分早まると思うので、これどんどんここで回復していきましょう。あとは敵ゴズメが来ないかどうか、まあ、これくらいまでやればもう大丈夫だと思いたい。これで光陵を制圧しましたと。ちょっと外を見ましょう。敵を捕獲してはいないかな。敵は捕獲はしていないと。これは敵がこっち側攻めてくるかどうかわからないので、まあ、大雷同士だけここ剣魚お任せください。いけます。でここの賊はあー微妙だな。あ、だがこれはそっかそっか、巨力の方に向かうので陸攻などを巨力に向けておけばまあ大丈夫なのではなかろうかと。では再び采配戦闘はこれはやらなくても良いかな。外で終わらせましょう。とっとと終わってくれると思います。さて常陽の方舞台進めてお任せください。常陽は取れるんじゃなかろうかと。敵はね、移動で結構あっち行ったりこっち行ったりしてるので士気が少なくて、まあ、こうして行軍スピードも止まると。いや、これはもう円一直線に行くぞ。行ってもらいましょう。常陽への攻撃開始。円も今は武将がいないのかな、まだ。さて剣技は取り終えたと。ちょっとこの辺り敵がどう動くか。これ音が鳴ってるということはどこか攻めてくる恐れがあるということなので、取り返されるのは尺に触るかなと。これは前に出た方がいいのかな。かしこまりました。さて円に取り付きました。敵はまだ一人戻ってきているので、まあ出てくることでしょうと。始めるぞ。だがこれも外で終わらせるという手が聞いてくんねえか、良いのかもしれないと。ちょっと外で終わらせましょう。もうここまで来れば、あーでも義援とか来る恐れあんのか。ならば中でとなりそうだが、いやなんとかなるかなと。常陽の方は今取り終えそうだと。そしてここで皇帝になってはどうかと。南蛮王よりさらに上の南蛮皇帝ということにここになりましたと。孟獲は帝位につき自立を果たしたのだったと。国号は難しいな、これちょっと考えましょう。ではこの中国の領土に新しい世界を広めるため秦という名前を選ぼうかと思います。まあ、名前自体はねあまり縁起は良くないんですけどね、一度漢を倒した後すぐ倒されるというものですので。さてこちらは縁はもう少しで取り終わると。いや孫霊が出てきてしまったか。やっぱ中で戦うべきだったか。さてここの部隊が危ないぞということで部隊向けましょう。では中で采配戦闘を行います。ちょっと失敗したかなと、もう倒しきるものとばかり思ってましたが、運悪く敵が戻ってきてしまったと。これ孫霊が出てくるんであれば孫霊倒すという手もねあるんですが、孫霊が、孫霊じゃない、これご飯か、孫霊はどこ行くかわからないけど投石機もあるので、こちらは中をおっと常陽を取ったと。で一人捕獲と。ちょっと常陽に関してはもうしばらくしてから見に行きましょう。どのみち士気の回復も必要になりますので。さあでようやく到着と。後悔しても遅いのよ。なんとか敵が戻ってくる前に終わりそうだと。後
さあってここからまた次どこ進むかですよね。戻ってきたけども遅いと。全軍私に続け。よかった、最後家計だけやられたらどうしようかと思いましたけど、これで縁も取り終わったと。今敵部隊これどこ向かってるのか、南海の方に向かってると。南海はこことすごく遠くに遠回りして向かおうかという状況で、これ攻めてきてる音楽がどこを攻めてきてるのかわからないんですが、少なくともここの羅剣のところは問題なくなったのかなということで、少しまた合流させましょう。でこの部隊は今信者孫麗が向かっているので、こちらの方かジョナンに行きたいけど、ジョナンには直接は行けないと。でここで常陽と合流と、常陽の部分で信者と合流。その他にもここに向けて、エイヤに向けて部隊出しましょう。そして捕虜の初段2名ほど捕まえています。もう寿命のような武将もいますが、出足の報いだな。早くにこちらに来ていればよかったのにとね、まあ、そういうことだと思います。ちょっとだけ士気の回復やっておきましょう。あーと、これ孫麗はどこに来る、前に来てしまうのかな。ならばちょっとだけこれね、どければまた敵は動き変えるんじゃなかろうかと、うん、これで信也取って上位を行けば。だが当該が上位に向かっているので、これだけは注意しないといけない。で敵は前の方に来てるな、孫麗ちょっとこれ邪魔かな。うん、今ガッポの近くに三越大王が出てると。これがちょっとどこに出てるのか、あ、そうか、アリンというと南海とガッポの間だと思うので、孫権と義の間だと思うので、我々はあまり心配する必要ないのかなと。わっしゃ援軍。さて敵援軍と思ったら味方援軍と。かしこまった。さて馬謖がいないので時間かかるけれども、どうだどうだ、駆け合ってくるのだけは防ぎたいけどね、どうにも防ぎようがないと。後悔しても遅いのよ。ここで特攻采配もやって一気に片付けましょう。お前ら一気に片付けんぞ。うん、なんだろう、向こうは全然駆けとかやってこずに終わりそうな気配。となぜ逃げる、なぜ逃げる、なぜ逃げる、こんなところで時間を無駄にさせられるのは困ると。さてこれで信也に取り付けました。まあ当該が来てもね、投石機があるので使えば問題ないでしょう。ちょいと考えたんだが、だが運転持ってる人が一人もいないですね。ちょっと持ってくるのを忘れたかと、先に進むのを意識しすぎて。これで当該が来ました。ならば、かしこまりました。脅威もセットでついてくるか、そいつはいらないな。これでも食らえ。うん、そして本陣やってくると、脅威に対応できる武将は全軍私に続け。菅銀兵よりかはご飯かな。ちょっと兵数的には厳しいような気もするけど、モーゲンもセットで連れてきましょう。お任せを。投石機持ってる人だけ中に入れれば良いので。お任せを。これで豪を制圧しました。まあ、少し士気を回復するまで待ってからまた様子を見に行きましょう。一気に片付けんぞ。おっしゃ。さあで当該が士気なくてピヨってますけど、さてさてどうなることやら。これが来るとね、ちょっと邪魔なんですよね。我が信念その身で死になさい。縄文に攻撃ができないと。分かったぜ分かったぜ。うわー厄介だな。これはちょっと押し出してほしい。後悔しても遅いのよ。
通に戦わないとダメなのか。魔人の方は今到着したのでこれは大丈夫そうかな。わかったぜ。我が信念、その身で死になさい。これで上位を取りました。これもまた回復するまで様子見ましょう。なんだ、動いてるか動いてるか。これ行くぞ。ちゃんと縄文に当たってほしいんだけど。ダメか、邪魔だな。孫霊、その間にこちら投石で、そして孫霊と菅銀平一騎打ち。これでスパッとね打ってくれれば。我と武を競わんと欲する者は前に出よう。いざ尋常に勝負。これでも食らえ。まあさすがに一撃とはならなかったけど、一発で結構減らしたので。ああでも防御か。我が力その身で知れい。じゃああと3たちでなんとか勝てるかどうか、打ち取ることができるかどうか。いやまあ下手すると負ける恐れもあるのか。これいやでもあと一発これ当てれば、防御とかバカなことやらなければ勝てるんじゃないか。あーでも寝かせることはできなかったと。ざっとこんなものよ。孫霊はね本当家計が厄介なので打ち取ってほしかったんですけど、これも使ってしまいましょう。引っ掛けてやれ。まだ縄文抜けられないか。あっとそんなこと言ってたら抜けたと。そして中に入って、まあ、敵部隊また孫霊出てきたけれども、あとは投石機立てれば良いだけなので。行くぞ。かしこまりました。あのんびりと様子見ましょう。何かやってきたぞと。承知しました。反対方向に回り込めば問題ないと。承知しました。あーこれ家計で燃やされるという恐れはないかな。大丈夫かな。もう一度孫霊を狙いましょう。遅いのよ。家計が厄介なので。我が信念、その身で死になさい。大丈夫か。向こうがまだ1万ほどいるので大丈夫だと思いたい。これは当該を狙っていくと突撃采配で陣から出てくれそうな気がしますが、最後の最後にやってきやがったな。放火魔かお前は。あーこれ大丈夫、投石機燃えない。ギリギリ火かかってないのか。よしよし、制圧。これで上下の連絡を断つことができたと。ではあとはここを南側にどんどん向けて、あ、光陵はちゃっかりと負けるか。負けるな。ギガ取るか。では我々の部隊はこちら海景に向けましょう。先ほど出た賊はここもう孫権のところですね。で今味方部隊は進んでいるもののちょっと士気低いまま突っ込んでるか。これいや大丈夫かな。かしこまりました。休みつつ進んでくださいと。ここは制圧しながら進みましょう。でどうするか、一旦解散させるしかないのかな。もう陛下、編成陛下高いところはそばに関して言えば長安ぐらいしかないので、長安まで戻らないといけなくなると。だから一旦再編成で猛角は長安まで戻しましょう。始めるぞ。ご飯は南に合流と。さてここは間もなく倒し終えそうだと。陸公は賊を倒し終えたという話。ここは倒し終わった後は一旦ここに待機と。かしこまりました。さて敵から攻められてる音楽は鳴りやんだと。
もうここ制圧せずに一気に行った方が良さそうかな。武将まだいないので取り終えることができるかもしれない。出陣だ。さて南海が蛮族に取られましたね。そしてこちら側はもう少しで会計取り終えそうだと。孫権が高領を取りました。さて残すはまあこちら側が永安を奪ってと。これは脅威は会計の方行くと。ではさらに舞台を向けましょう。ああ随分遠くから来るもんだと。ああこうなったか。これで会計を無事取り終えて一人武将を捕獲と。会計に来る前に不甲斐ない。これも強い武将でしたからね。初段できてよかったと、うん、音楽鳴りやんだので多分戻っていったのでしょう。次はこうかと。まあ、その前にこちら側式回復したら、うん、ほぼほぼ終わったかな、うん、大丈夫と。もうええやん取って、これでこちら側は一服と。あとはこの分断された敵をどのように倒していくか。これは羅剣はこれがマックスのようなのでここ行きましょう。南側さて城塞破壊してまた少し士気回復してからで、自ら猛角はもうちょっと士気回復してから進みましょう。なんとかなったかな。別動隊どっか行ってしまったのでその間に取り付ければよしと。ほぼ回復と。かしこまった。猛角も脅威がどっか行ったのを見届けたので、そっか、ここ取ってジョナン取ってジュシュン取ればもう南北の連絡がさらに分断されるということなのでそのあたり狙いましょうか。ここは義援がいたか。しかも永安では戦っていないと。ちょっと厄介だな。義援が出たり入ったりすればいつまで経っても終わらない恐れがあると。あーとでも当該がいるな。戻ってきてしまったのか。じゃあジョナンは普通に戦わないといけないと。もう部隊数もかなり限られてしまっているので。おっと誰か撃ち取りましたね敵。これで効果を取ったようです。またもう一人部隊撃ち取ったようですので、武将を。かしこまりました。さてここの戦いが終わったらまた様子見に行きましょう。これ5つ目当該とか来ていたように見えたんですが、どうやら素通りしたのか何なのか分かりませんが寄ってこないですね。中から出てこないと。さーてとっとと終わってほしいぞ。これはあといい加減孫霊を捉えたいんだが、退却確実とか持ってるのか。よしと。全軍私に続け。ジョナンの戦いもおしまいとなりました。じゃあ次はジュシュン向かえば良いんじゃなかろうか。やっぱ当該通り抜けてますね。ここの部隊をあとは南に向けて手早く剣案倒せればいいんですが、ゴズメも来てそうなんでねちょっと怖いですよね。そしてやはり義援のところは厳しいかなといったところ。このね永安から回復してまた出てきて回復してまた出てきてでキリがないと。今別方面から陸攻を向けていますが間に合うかどうか。まあそれを言っていても始まらないので少し回復してから。あっと音楽も収まったと。さてここはまだ敵のところには取り付いていないですが戦いが起こってしまったと。ここはしのぐぞ。
ここ今退却の案内が出たのは多分 A 案のところだと思います。 A 案に取り付いたので別部隊から別方向から来た。それで A 案のところがようやく手前側の戦いが終わって A 案の中で戦えると。これが終わったら E に行きましょう。なんとか A 案取れればいいんですけどね。何度も義援に出てこられるのはもう困ると。誰かの兵糧が尽きたとも出ましたが、さあちょっと長引いてるぞここの戦い。とっとと終わってほしかったんだが、これがなかなか硬くて、そしてなおかつ脅威来るか、陽子が倒しきれないと。ちょっと一旦ここで陽子、さすが菅銀平、陽子打ちましたね。一旦外出ましょう。これはまだ A 案に取り付けてないのか。陸港は多分 A 案に取り付いてると思います。その手前側少しの部隊が取り付けてない人もいると。で兵糧がなくなったという話もあったので退却させます。では采配再開しましょう。あーそっかそっか、脅威が来てるか。いくぞ。加減脅威も討ち取りたいが、ホドコンは逃さんと。待てよと、頭を押さえたぞ。後悔しても遅いのよ。かしこまりました。我が信念、その身で死になさい。脅威の方と戦ってるのがどうなるか。あっとまた別部隊兵糧尽きたと。読みが甘かったと。ホドコンは猛火によって撃たれると。素晴らしい、最後に向けた戦いが今始まってるといった感じの。今義援が A 案に出てきたと。これは武力で落とすべきか、それとも投石で陣壊すべきか。お前ら一気に片付けんぞ。かなり時間かかりそうだと。後悔しても遅いのよ。我が信念、厄介だな。もうこの形式采配、だからここで投石機を使うのもね。いやダメだ、使わないとキリがない。一人使いましょう。おっしゃ、またゴズメが来られても困るので、行くぞ。ここで終わらせます。お前ら一気に投石機使うともう外出れなくなるので、あとはちょっと外の様子を気にしながら。だが剣案を取りましたと。闘志を捕獲。我が信念、その身で知りなさい。さーて外の様子気になるけれども、あーだが陣を倒すよりかは脅威倒す方が早そうかな。これちょっと菅銀平こちら側向けて別の陣も壊しておけば少しは敵の攻撃も和らぐんじゃなかろうかと。だからもうちょっと早くに気づくべきでしたね、こちらの陣のこと。ちょっと忘れてたと。あ、もう終わりそうだと。後悔しても遅いのよ。まあ、これで脅威倒しておしまいと。我が心は折れず。まあ思い知ったかというのを何回やるのかと。そろそろね、いい加減恨みをね晴らしてもらいたいと。で呪春にはまだ取り付いていなかったと。捕虜闘志、こちらも統率83度高いので、これで終わりか。下打ちされてしまいましたが、ではここの舞台でさらに先進みましょうか。ここの戦いはちょっと無理かな。手前側で戦うことになってしまったのがすごく残念な。ちょっとここの辺りは戻して再出陣させましょう。で猛角が呪春に取り付きました。ここは武将はいるのかな。いるんであればとっとと倒したいが、いないんであれば終わるか何もせずに終わると。さあでまた攻めてきてる。音楽が鳴ってるけど多分すぐ消えることでしょう。
次はこれを幼少に向けてと。かしこまった。そしてこれも六甲に向けます。これで幼少取り終わりそうです。あ、今誰も捕らえてないのかな。誰も捕らえ、あ、今捕獲が一人いますね。今直前の戦いで捕獲をしたということで、その武将を二人ほどいますので切りましょう。これで終わりですか。うん、もう少しで終わるぞという感じの発言をしてくれましたが、まあ要所を取った部隊でまだ指揮ある人は北側向けましょう。で、ロコを取ればもうこちら側は一服となります。あっと、今義援が、孫権がやはり攻めていこうとしてますね。こちらが兵数削ったというのを見て、チョコ材にも。ではこのロコを取って今回は終わりといけたら良いが、もうこちら側の部隊は一旦解散させましょう。お任せあれ。これも外で終わらせてもなんとかなるんじゃなかろうかと。どうだろうか。ゴズメも来たので、なんかゴズメ来たら攻撃力大きく下がりましたが、まあそれでも問題なく終わると。さあ、てあと残すはわずかと。ロコを取り終えました。武将は誰か捕らえているかどうか。捕らえていないと。で、この孫権が義援とぶつかって義援の兵数が減ったら、ここから出てこうかなと。ははなので、もうちょっとだけここは様子見が必要です。で、ロコを取り終わった部隊はそのまま将まで向けましょう。そして最後の一人の子供武将がようやく蒙文長安に加わりましたと。こうなったか。ああ、賊が出てしまったと。では生まれてきた蒙文の能力見てみましょうか。うん、やはり能力的にはかなり低いと。だが、重心特性持っているというのもあるし、結構この連戦4位や工場3、分戦も1と、小進速1と、あ、しかも新山神宝を持ってると、これはすごいな、諸葛亮が使ってくる戦略を、戦法を持っていると。まあでもこれを使う機会があるのかどうか。なんだろう、馬謖の落とし子というか、馬謖が教育をしたような子供になってますね。というわけで今回はここで終えたいと思います。いよいよ決戦間近といったところ。今現在敵の武将数は見るまでもありませんが、こちらが猛角軍の、今は名乗ったのは秦軍という名前ですが、それが29名武将、孫権は15名、義軍が14名となっています。ではいよいよ大詰め。この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。